おー友達ができたね、ウィル君。おーイエスイエスイエスはいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、最発のパラディン第7話見ていこうと思います。 前回は、ハーフエルフでこの銀髪のイケメンのメネルくんっていう子に出会ったわけなんだよね。メネルくんっていう子に出会って、まあ仲良くなるかと思いきや、なんかメネルくんが村を襲って、なんかちょっといざこざみたいなものが起きたんだけど、まあね、最終的にはいい感じになったので、まあそんな感じで、ね、前回が終わったなというような回で。 今回は、このメネル君と一緒に、ウィル君は多分冒険というか、まあ村を守るためのクエストみたいなものに挑んでいくと思うので、このメネル君とウィル君のこの関係がどうなっていくのか、注目していきたいなというふうに思っております。それでは見ていきましょう。最果てのパラディン第7話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、メネル君。 すぎるだだろうマジで好きなんだけどかっこいいな。早く出れてほしい、ウィル君に。おう、やえー。そうか、精霊使いだっけ精霊術も使えるんだよね。わあ。森を操れる。すごいよ。 まあでもまあなんとなく距離は縮んでいるね。んああ別にいい別にいいとこじゃないよね。メネル君の育ちがわからないけど。 オッケーオッケーいいなぁ。ウィル君とメネル君仲良くなってほしいなぁ。おぉ。すっごい。仲良くなりたいよ。あ,あ仲良くしたいんだね。あぉ。おぉ。なんか言い方がちょっと、あれだぞ。なんか。 押すマークがついてもおかしくなかったぞ、今の言い方は。ィンてレーデレる。いいなぁいい。もっと早く距離縮めてほしい。絶対出れるって。これはね、ツンツンしておいて。 ツンツンしておいてですよ。ツンツンしておいてご悔来るわけですよ。いいですね、これは。絶対出れるぜ。絶対いい子だから、メネル君。優しいよ。その優しさは弱さだっていう風に思ってるタイプの、うん。ハーフエルフだな、これは。きっと、きっと優しい。すごい慈悲深い人だと思っている、僕は。この、ハーフリングだっけハーフリングっぽいよね。 この子も気になる。いいよね。なんか、こう、イケメン美男美女ばっかりじゃなくて、なんかちょっとおじさんみたいな人がパーティーにいるのはいいよな。なんかやっぱり、すごい味になっていいよね。うーん。ここ、これだの多分このシーンだよね、今回やるの。違うかなでーん。 おし掲げごめんなさい、蓋の枝を。ふ、う。元の村がデーモンで襲われたからっていう話だっけさあ、デーモンはいるのライカ・ダーモンはいるのおお なんだラーゼン死んで何を儀式何の儀式だああこまないブラスクス あ、マンティコはキメラだね。言っちゃうと。<laughs> 強い。まあでも、なんだっけ、なんとかイーターがあるからな割とマジで、正面的な白兵戦はもうなんともないんじゃないか、ウィルクにとって。わお本ほんとだ。聖母回ってるか、あれは。なんだおーおーおあ、ああ 隠れてたおぉうお強い強い強い。走る油火つけるかこれ火つけるな。アクセラリティオうおう これはあれだな、ガスとかも使ってたよね。ガスだっけどっちだあ、でもなんかみなんかいいな。おおそうなんだね。めちゃめちゃ育って強くなってるな。<laughs> パンを、パンを大量に食べました。お母様のパンを。 なるほど、なるほど。そうか、生けにえにさせられかけたのか。お何してるあ、導いてあげるのね。あら、みんな倒れちゃってるわね。やられたのか、この辺全員デーモンに。 う <laughs> 真っ黒に。 良かった。村の子なんだ。手を取ってあげてよ。 優しいなあ、ウィル君。い、異形の存在になってしまったっていうことなのか、焼かれた死んでないんだよな。<laughs> 幸せな夢をね。 導いてくれるさウィル君に出会えてよかったねメネルにも出会えて多分仲良かった子供なんだろうな違うよ 優しい、ウィル君。おー、いいなぁ。一人一人送ってあげたんだね。たぶんびっくりしちゃったんだろうな。変わり晴れた姿になってどう向き合ったらいいかわかんなかった。罪悪感とかいっぱいあったと思うんだよ。守ってあげられなかったっていう。 あと一球。あと一件。OK, OK. うわ、家族とかじゃないメネルの。おあら、無事じゃないえ幽霊じゃないガスと同じ あ、そうなのそんなやばいのエンディングのおばあさんだよねあお,おう、一応。 おお。なんだおなんだ育ての親かな <laughs> 見抜かれてる。まあ、そうね。そんな雰囲気はするよ。 はははあら反抗期おうどういうことだああ なんだあやっぱり町名なんだ。あで別れてなお。 多分、生前から仲良しだったんだな、メネルと。<laughs> ヤクザな生き方。<laughs> 道を極めた。<laughs> そうね。 誰を信仰してるんだろうメネルは。はいはい。はい、な。うん、いいやつだよね。おうん。ハグリじゃない。おえ あらおぉ詳しいな。何それおああ、グレスフィールともしびが。 ごめんなさい、鼻が、ちょっと。親でもなさそうだよな。どうなんだろう、これは。エンディングを見る限りだと、恋人とかかな。ちっちゃい頃からの。おばあさんになるまで添い遂げたっていう感じなのかな。 ああ、おばあ行く、いいってしまったおばあはつらつおばあがまあ、メネルもそれで前を向けるといいね。うん。うじゃうじゃいるんだ。うわあ、血だらけだ。ああ。 メガワクバ。ウィル君が光になればいいんだっていう感じかなこの闇の世界を救う光となろう、ウィル君。メネル君も一緒にだ。おお、避難してたのかおぉ、復興を目指す。 何お蔵金おぉ宴か。おぉおうおういいじゃん、いいじゃん。あれ、メネルはメネルもいないじゃん。メネルも一緒に。 でも確かにメネルは肉とか飲めないらしい。肉とか食べれないからな、多分。エルフだし。おいるいるいる。妖精。なんか妖精が連れてきてくれてないメネルのもとへなんか嫌な。あー、遺跡の中へ。あ、おおいや、これ連れてきてくれてるんだよ。妖精が気を使って。 あ、そうなんだ。ええー。あら、マジで。わーおー、すごいな、なんか。根っこからの成人っぷりが。<laughs> <laughs> 見られてたね <laughs>。おお。うん、どんな人だったの教えてよ。うん。うん。ハーフだもんね、でも。ああ。 そうかハーフだからエルフとは違うんだね。とはいえ数百年生きるとおお。 超美人だよね。女の子みたいだよな。格好とかも含めて。うん。あら。おう、いいね。ああ。 そこで出会ったのか、マープルばあさんと。多分若かったんじゃないかな、出会った頃。ほら <laughs> そうなんだ。 迷ってくる人がいっぱいいるんだへえー、すげえ格好だなまあだろうな 死んじゃダメだよでもそうだよなエルフ基準でもなっていうとこだし <laughs> あん何おお 出会えてよかったね。おっパーティーリーダー。あ、痛いたいたい。おお信仰の加護をもらうってことだよね。 オーケオーケー,オー,ケーグレースフィールを進行するようになったってことだ。進行の日が広がっていくよ。おー。いいなぁ、メネル君。まあな。完全に。 まあ、そうね。ああ、友達ができたね、ウィル君。友達ができおおイエスイエスイエス yes 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 いいね、いいね、いいね、いいね。オッケー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 オッケ,ケー。いや、めちゃめちゃいいやん。これで友達や仲間や。いいですね。いやー、なるほどね。多分ずっと心配だったんだろうな。で、友達を連れてきたからこそ。 多分、もう満足いったと思うんだよね。この子は私がいなくても多分やっていけるって気づいたんだと思う。言っちゃうと、マープルばあさんが自分の代わりになる人が多分出てきてくれた。ウィル君がいれば、私がいなくても私の代わりにメネルの道を正してくれるっていうのを信じてるわけだよね。うわぁ、この子たち気になるよ。ハービーみたいな。かに。 こうやってグレースフィールの灯火を増やしていく。これだよね、マープルばあさん。この人も気になるなぁ。うわぁ、この金髪も気になる、金髪の子。<laughs> っていうか、ほんとにさ、相変わらず思うだけど、メネルくんの格好すげえな <laughs> 女の子の格好やん。女の子って言われても全然、何とも思わないんだけど。あ、女の子なんだって思うよね。<laughs> なんか、助走する展開があってもいいんじゃないかと僕は思ってるんですが、いかがですかメネルくん助走会、僕は楽しみにしております。いいね、いい関係だ。総集編、道行き。なるほど。なるほど。なるほど。 はい。というわけで、見終わったわけなんだけど、すごいいい話だった。めちゃめちゃいいね。なんかこう、人間の成長っていうものを見れるな。なんかこう、異世界転生者としてこう、やり直してしっかり生きていくぜ、みたいなテーマでは、無色転生にかなり近いものを感じるんだけど、これはすごいいいよね。なんかこう、緩やかな感じがいい。無色転生はもう、こう、波を作って、波を作って、お前らこの展開から目離すなよ、みたいに言われてるけど、なんかこう、 こっちは傍観者としてこうドラマを見せられてるような感じがしてすごいいいですね。僕はこっちも好みです、本当に。あんまり波がこう激しすぎるとやっぱり疲れちゃうけど、これはもう多分2クール3クール、2クール3クール、何クールでも多分見れるタイプの作品だなというふうに思いますね。いやーとてもいい。メネル君がいいんだよなー かっこいいな、メネルくん。すごいイケメンだしな。なんか、女の子みたいだしな。あの格好は狙ってるよな。なんか、このなんかさ、ふわふわパンツみたいなの入ってたじゃん。あれは狙ってるよな。なんか、絶対助走する展開みたいなのあると思うわ。なんか、こう。なんかさ、新しい街に行ったらさ、よ、姉ちゃん可愛いね。みたいなこと言われて、俺は男だって言い、言い合いながら、ウィルくんは後ろで後方彼氏ずらみたいな。後方彼氏ずらで笑顔みたいな。 そう言ったと、メネルくんに、いやでもメネルって可愛いよね、みたいな純粋なことを言って怒らせる。そんな感じの展開があるんじゃないか。うん。作ってください。作者さん、いますはい。いいね、いいね、いいね、っていうような感じで。いや、いいな。メネルくんの造形すごい綺麗でかっこいいし、いいね。本当に。なんかキャラクターとしての造形もすごいいいなっていうふうに思います。見てて。うん。ハーフエルフとしてエルフの外からこう、はぐれて、こう、でも人間の中でもなんかちょっとやっぱりうまくやっていけないハーフエルフっていう、はぐれ者っていう設定がやっぱり生きてるというか。 うんなんか好きな人ができてもすぐ別れてしまったりとか。 うん、ハーフルフは長い辛いことがいっぱいあったんだなっていうふうに思わされますね。うん、マープル、何これ、前もエンディングでも話したけどさ、やっぱりマープルおばさんは絶対、多分、ウィル君みたいな人を待ってたと思うんだよね。やっぱりこう、メネル君のこの間違ったことをしたら正してくれるような、やっぱりメネル君の友達になれる人をずっと待ってたと思う。だから本当にウィル君に出会って、あ、この子はいい子だって分かったからこそ、あの、多分未練なく旅立てたのかなっていうふうに思いますね。うん。 でも確かにな、なんか、ウィル君の優しさがまたいいよね。この、マリーさんからの教え。優しくありなさいみたいなことを言ってくれてたじゃん、マリーさんって。この、マリーの教えがずっと生きてんだなっていう風に思う。作中では多分何ヶ月も経ってると思うんだよ。それでいても、マリーの教えてもらって優しくあろうという気持ちを忘れないから、こう、他者を尊重して、こう、導いてあげて。 優しく受け入れてあげる。うん、どんだけ、あの、身内の人間が異形の存在になっていても、手を取って抱きかかえてあげる。そういうなんか、慈愛に満ちた、うん、なんか、子になってて、すごいいい成長の仕方をしてるよね。 うん、いいな、という風に思うし、多分、メネル君はメネル君で、頑固に生きてきたんだと思うんだよ。多分、いろいろはぐれてきて、自分を自分としてこう保ってないと、やっぱりなんかどこか食われるみたいな、そういう危機感みたいなものを抱えながら生きてたんだよね。だから、エルフの里でもちょっとはぐれものになって、なんかこう、なんか、なんかあんまりなんかよしと、居場所がない居場所がないっていう風になってたけど、マープルおばさんのとこでは、カリウドのふりをすることで、自分の居場所っていうものを保ってきたと思うんだよ。だけど、やっぱりこう、マープルおばさんがいなくなって、それもなんかな、 っていう風になって、ちょっともう死にたくなってた時にやっとウィルクに出会えたわけよね。悪いことをしたけれども、それを注ぐために、え、グレイスフィールに誓って、灯火をこうね、色々と導いていこうというような感じで、めちゃめちゃいいんじゃないかなという風に思いますね。 いやーいいな、いいな、いいな。いウィル君とメ,テメネル君、かっこいいな、マジで。かっこいいのいいよね。自分がさ、俺の顔面がこんなんだからさ、やっぱりイケメンを見るとさ、なんかエネルギーを吸収できるっていうような感じがしますよね。<laughs> うん、なんかそんな感じがする。うん、でもこの作品はすごい造形が綺麗でいいっすよね。めちゃめちゃなんか見てて、こだわってんなって感じがする。なんか。 なんか、やっぱり、こう、な、展開とかが緩やかだけど、こう、一応歓喜はあるんだけど、緩やかだから、なんかこう、ほわーんという感じで作ってんのかなっていうふうに思いきや、意外といろいろとこだわりを持って作ってんだなっていうふうなのが、いいですね。 はい。まあ、ああと残るところね、オープニングとかエンディングに映ってる仲間二人なので、あの二人とね、また仲良くなれるタイミングがこのクールで描かれるといいんだけどね。まあ、描かれるでしょうということで。まあ、次回総集編なのでね、まあ、ちょっとどうしようかな。なんか新しいカットがあるって言うならやろうかなとも思うんだけど、多分ないんだよな、総集編って。 基本的に僕、総集編のリアクションはやらないので、ちょっとまあ考えておきますっていう感じですね。はい。というわけで、まあ総集編でね、なんか新しいカットありますよっていうのがあったら、まあぜひとも、えー、教えてくれたらなというふうに思います。その時はまあリアクションしようかな。まあちょっと考えておきますけど。はい。まあそんな感じで今回は終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。ビルんメネルくんかっこいいとか。 導きよみたいな。グレイスフィールみたいな。なんかそんな感じのなんかいろんななんか言葉とか、なんか伏線伏線というかなんかこう、なんかネタバレにならない範囲で原作図の補足とかがあればいろいろコメントお待ちしております。以上、最果てのパラディン第7話でした。バイバイ。いや、メネル君出てからすげえ面白くなってきてるね。